で第2弾で正規の清掃道具とかね、まあ、あと仏壇の、まあね、先祖代々守ってきた仏壇関係のやつとかね、うん、であと母親を、まあ、秋分の日までに、まあ、納骨したいとね、東別院さんね、おじいさんおばあさん、母親のお父さんお母さんが眠るね、その費用もあるしね、うん、だからそれを早く現金化したいと思う、その内容にしたんですね。もう役所対策ではないし、裁判起きませんから、もうこれでね、うん、うん、ね、だからもう裁判は起きませんから、で要は持ち分の原因早くだかといって、共有物分割訴訟はしたくないし、相手も身内とか、その身内の子供泣かせることもしたないしね。であと私これ LINE のやり取りで、これ先生これで絶対納得してくれるので、要は私身内に言ってですね、そんなに学費が大変だったら謎おばに請求するんだし、私に助け舟を求めなかったんですかと。で私は今こういう状況ですけど、友達の社長にも言われてますし、過去の経験から言ってもその気になればすぐ金貯まってたんですね、復活してるんですよ。だからその時は私の方が学費を工面するし、生活が大変だったら私の方が生活費を支援すると。でそれを去年2023年12月の段階で売って、相手既読してるんですよ、うち。なのに今年2024年2月の段階で役所を使ってね、私をいろいろ犯人扱いで家庭裁判所を動かそうとしたって、これは事実なんですね。だからもう顧問弁護士の先生は全部言ってありますから。で私はその役所と違ってね、相手の意見だけ一方的に聞いてそれで尋問するとかしませんから。で顧問弁護士の先生も言いましたし、私は長年の法律家の経験がありますからね、30だから相手側 の私なりの答弁書とか私なりの証拠に対しての反論とか回答も期待してると。でそこで絶対言えないと思うんですね、身内はね、こっちそれなりに用意してあるから。そうすると絶対さらには役所使えざるを得ないんですよ、役所も動かないと思うんですね、ここまで用意してあるとね。下手にやると自分が今度ね